こんばんは、ドクター熱血です。さあ、グルバトルいきましょう。一緒にやり合ってます。さて、何でしたっけ。ここはベリーハートのところですね。死神キラー赤、はい。宇野花さんで終了ですね。なんだこれ、なんで死神キラーなんだっけ。でもここでやっちゃうとあれだから、しっかりこうしましょう。で、装備も次を見越してちゃんとする。セット、あ、作ってない。ひどい。セットを作りましょうね。死神キラー、これもセット登録しろよ。これちょっと便利になったろう。はい、始めましょう。バンク、強敵が走れる。みんな、ひなぐさみにもならない。ベリーハート。ラコさんはクール14積んで、ちゃうちゃう。アコンさんは速やかに退場していただく。で、アコンさんに即属性の強攻撃ダメージアップがあるから、無月はいりませんと。サドルってこれだけかな、これだけっすね。さあ、こんな感じで、止まった。弱体、まあいいか、衰弱スケールだけなら別に弱体でも構わん。さあ行きましょう。覚えて、あ、まあ強3、強2、必殺強1、強2、強3。始めましょう。ここが一発で受けるかどうかでタイムが変わる。はい、
いつも通りですね。ひなぐさみにもならない。あの最速を狙うなら全部ワンパンになるっていう、いや3面だけか、3面だけワンパンじゃない、逆に3面以外が全部ワンパンになる。始めましょう。さっきはこれ2回、2がうまくいってないな。ジャンプ崩れてしまったな。もうみんな日慰みにもならない。余命が鬼門なんすよね。始めましょう。とどめていこうか。もうジャム、一面がうまくいかなかった代わりに二面がうまくいって、ダメやな。日慰みにもならない。始めましょう。ジャマイズ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 。みんな、ちょっと。日慰みにもならない。54、55が出るんじゃないかな。いやまだ高みを目指せるよ。始めましょう。パンパン。どうなるのかな。フェーズここがうまくいけばよし。なんだな、状態異常が初段で入るっていうのが条件なんだよね、ウェーブ4クリアスには。厳しいな。始めましょう。ちょっと待って、今日じゃあダメか。ジャマイズ。同じことしかできてない。同じことしかできてない。日慰みにもならない。始めましょう。よし。バッジャマイ。よし。よし。終わった。日慰みにもならない。何秒か見てない。4秒、487、もういいでしょう。こんな感じです。ほら今回はここまでです。以上ドクター熱血でした。お疲れ様でした。